やあ、刹那圭介だよ。仏前世界、おまけ部屋へ行きたいと思います。どんな感じだろう。メニューから入るおまけ部屋ってなんか珍しいっちゃ珍しい。これ最初の、夜市や言ったところ、夜市って言うんか知らんけど、屋台やったところかな。この子誰？誰もいないね。あの人たちは何だったのかな？大人の人に聞いたんだけどね。昨日はこの場所で夜市なんてやっていなかったんだってさ。え？てかこれ後日談になってる。次の日ってことかな？え？ここにあった屋台全体が仏前世界って考えるべきだったんかな？なんか調べるってありますけど。おっちゃん。ここから先はゲームの雰囲気をぶち壊すおまけ部屋に繋がっているよ。お面商人の正体やキャラの設定とかが見られるらしい。そういうのが嫌な人は行かない方がいいよ。すぐに引き返すことだな。ゲームクリア、お疲れさん。そんなにイメージが。この調べるってやつか。それじゃあ今この人が言ったように、世界観が壊れて欲しくない人は、ここでブラウザバックお願いします。そうじゃない人は、レッツゴー！設定がリセットされてしまいます。デフォルト！ん？本編で選んでいた、グラフィック設定を選んでください。デフォルトじゃない。あれあれ、ああ、これ調べるのはデフォルトにするだけの やつだった。で、右に行けってか。おお、なんかすごいな。みんな勢揃いやん。パート1でしか出てこんかったやつ勢揃いやん。このハンネの人形の人、お面商人。人に捨てられたものを拾い集めている。その中で人間に強い念を持つ道具を売る。人のような格好だけど、人ではなく、もったいないお化けのような存在。お面商人の中には人を恨んでいる者もいる。道具の幸せを願い、大事にしてくれそうな人、もしくは、道具が選んだ人にのみ商品を売っている。あ、誰にでも売らないっていうのはそういう意味だったんだ。ってことは、お父ちゃんとお母ちゃんも大事にしてもらいそうだったのに大事にせんかったパターンの人かよ。なんでそれ。ダメじゃん、お父ちゃん、お母ちゃん。で、逆さの人。お面逆さの人。人間じゃないから目の位置なんて適当だよ。しっかり見ています。暇だったから売り物を用意していないのにこの お店を開いていました。それは店っては言わない。ただ店っぽい建物っつうかそういうのを建てただけの人。ちょっとこの仮面を見てくれ。でも逆さになってるの状態じゃないですか。何がしたいんやこの人。ただ、逆さに被っとるところを見せに来ただけか、お前は。本編のお地蔵さんを何回も調べる。なんそれ。そういうちょっと隠し要素的な、や、あるんや。人を一人人形に変えることなど、朝飯前ですよ。人間じゃないので、食事は取りませんがね。そうなんじゃ。お面が、なんか、実体を持ったら、実体っつうか、まあ、魂を持って、体を持ったらこんな感じになるんだろうな。これ誰？人形林。人形売り場の商人は、人間を人形に変えることができる。ああ、なったな、こんな。こんな感じになるんやったな。パート1であったことだ。あ、ごめんね。その時は、あの時はごめんね。人形嫌いとか言うてごめんね。鏡の世界。開発当初は鏡の中と現実世界を行き来して進んでいくイメージだったけど、往復は面倒なので、鏡の中で往復はなしになりました。あ、そうなんだ。その方がいいと思うよ。なんか知らんけど。で、これがリンコちゃんな。まあ、リンコちゃんって名前は俺がつけたんやけど。私を捨てた人間の復讐？なんか、どうでもよくなっちゃった。リンちゃんみたいな子が増えれば世の中も変わるよ。この赤い着物、手鏡と同じ柄なんだよ。気に入っているの。開発当初はリンちゃんが赤い着物だったんだけど、日本人形と同じになるから誰とも同じにならない黒になったのよ。
黒い方が少しだけ大人っぽく見えるよね。言ったってさ、リンちゃん可愛いし、幼なそうやし、だって天然だし、ちょっと大人っぽく見えんのよな、リンちゃん。ごめんな。鏡もあってよ、見たら。手鏡の化身。自分を釣った人間を恨み、復讐しようと考えていた。鏡の中に人を誘い込むために、リンに嘘をついた。嘘とも知らずに鏡の中に入ってきたリンを利用しようとしたが、心に迷いもあったようだ。あ、そうなんじゃ。一応、いい子なんじゃ。一応、いい子なんじゃ。何これ。なんで、オケを持っているんだい。リン。オケって読むかな、これ。オータルリンか。あまりの重さに途中で落としてしまうほどの、おー、タルではないな、これ。え、わからん。こんな大きさのオケを落とされたら、痛いよ、死んじゃうよ。そういうんはお笑い芸人とかにやりましょう。あなたがやっちゃダメ。で、白いお化け。白魔獣さん。その名前なん。手鏡の化身が用意した化け物の一匹用意したんじゃ。表情見えるんじゃ。これが怒っとる状態なんじゃ。凶暴、あ、凶暴なって出てきた。暗い場所が好きみたいだけど、トイレの中に入るのはね、嗅覚が鈍すぎて匂いはわからない。そうなんじゃ。オータル食らった時。めっちゃ怒っとるかな。怒っとる状態にタルがついとるだけやろ。ぶつきようとしたことにすごく怒っている。俺はぶつきたいけど怒らないでね。俺ぶつきてないもん。怒らないでね。あ、これぶつけられた時のやつじゃ。ほら、中ぐらいのやつを頭にぶつけたらこうなったんよ。涙目になっても仕方がないね。ぶつけられても仕方がないね。その姿だったら、浮世絵の幽霊。手鏡が用意した化け物の一匹。仏念って、物の魂のゲームのはずなに幽霊が出てくるもんな。化け物みたいな。なあなあ、気になってたんやけど、歩き神ってなんなん？あ、それ気になっとった。歩き神。怖い。また消えてしもった。結局、歩き神のことわからんかったな。教えてくれよ。怖いだけなんじゃ。歩き神ってウィキペディアで調べたら怖いとしか載ってないんか。暇があったら調べてね、みんな。びっくりりん。びっくりん。びっくりん。なんか可愛いぞ、びっくりん。マジックリンみたいな感じ。化け物大地の時も冷静だったけど、人形の頭が落ちてきたような時は大声を出して驚いてしまった。さすがにそれは驚くわ。びっくりん。マジックリン、びっくりん。何これ、人形の世界。あ、ここから人形の世界になったんですよってことか。ホラー演出が一番多い部分。不気味な人形たちがプレイヤーを迎えます。マップの視点が変わるのは 3D っぽく遠くに描くほどキャラが小さくなったりシステムを変えようとしていたから。偽 3D システムは実力不足でできませんでした。今はあれで満足しています。いやー、プレイしている方も満足でしたよ。で、これがリンコ。なんかリンコこっち向いてる？こっち向いてる。早く新夜市でリンちゃんを見た時からこの子にしようって決めてたの。途中で高神の化身に騙されて連れて行かれた時は慌てて追いかけたわ。私は神様様に作られた特別な人間なの。人形にした以降選んねん、神様館に集めるのが仕事。強引な手段ねん。人形にしてもよかったけれど、凛ちゃんに嫌われたくなかったからね。嫌われてもいいから人形にして、ずっと一緒にいたかったな。お前そういうやつだった。お前そういうやつだった。ちょっともう、俺の中の、うらこちゃん、恨めしやレベルっていうか、うらこちゃん恨めしやメーターがバーンって上がった。もう自分で言っても何が言ってるかわからないよ。何言ってるかわからないっす。何やったっけこれ。巨大人形。あ、おったな、そんな。神玉様候補に選ばれていた人間。人間？
あ、一応人間が人形になったやつなんや、これも。無理やり、神玉様用の人形にされて暴れるようになった。初対面の時は、リンに襲いかかってきたけど、後ろにいた人形の方を狙っていた。え？そうなん？初対面がいつか覚えてないけど、おったっけそんなん。わからん。覚えてない。その後、頭を穴に蹴り落とされたりして、リンに対しても敵意を抱くようになった。蹴り飛ばしたけんが。蹴り飛ばさんかったら最後のあの時に追いかけてこんかったんや。ああ、やっちまった。頭が小さい時のやつ。か？第一段階とかあるんですけど、第一段階目とかあるんですけど、とうとう私は2回も変身を残しているみたいな感じになってるんですけど、人形は脆くて壊れやすいから大事にしてね。で、ここで第二段階になるんか。ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゴロゴロリン。何その説明。私はあと2回変身を残している。で、これ第3で第4最終か。フリーザーかってなるもん。第3段階目。この頭、この顔が一番怖いなと書いている時に考えました。これって何度も踏みつけた時のやつじゃなかったっけな。で、これがでかくなって追いかけてきたんがこれか。よく見ると可愛いかも。そんなに可愛いない。人形頭が暴れ回る神玉感。神玉様の寿命と重なる。いい。あ、そう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 。今思い出したけど、これ読みだ魂じゃないよな。今思い出したけど、魂ちゃうよな、これ。自分で実況しとるときは全然覚えてなかった、全然気づかんかったけど、読みだ魂じゃなくて塊なんよな。人塊感、人塊感、もういいや、もう人玉感でいいや。うん、読みやすいもんな。もう未来はない。あ、そうなんですか。残念ですね、人形の人たち。俺には関係ないですけどね。で、ここで花札に。花札の世界。マップを書いていて一番楽しかった世界です。やろうな。めっちゃすごかったもんな、世界観が。ホラー要素は控えめ。ゲームオーバーもなし。難易度は一番高いけど。花札をよく知らない人も楽しんでもらえたら嬉しいです。確かに難しかった。花札知らんけん。けど、面白かった。そういう感じだったかな。ウグイス。ウグイスイベント、一回で分かった。一周目は一回で分かって、二周目はちょっと何回かやった感じやけん、はいね、しとこうか。すごい動体視力です。動体視力じゃなかったけどな、俺は。勘でやったら当たった感じやけどな。動体視力のどうもなかった。花札の2月の札には、ウグイスか、メジロか、様々な説があるようです。どっちが正しいか。そんなのを作った人にしかわからないのです。って言うたって、これ、メジロって鳥がおること初めて知ったんやけど。残念。な、これ。ボード。本当の花札には、霜月に種のお札がありますが、このゲームでは消去をさせて、してしまいました。一部の絵柄も変えてしまっています。なので、種の役は、このゲームでは存在しません。なぜ消去をしたのかって言われてもさ、言われてもさ、俺、ちょっと元のやつ知らんけん。ツル、おいツル、お前はどのツルや。運動神経いいやつか、中ぐらいのやつか、臆病のやつか。キュルルーン。飛んでった。最後なのに、どうして逃げるん。こき使ったけん。それに尽きる。赤単の文字、赤よろし、三好の2種類があります。昔のかな文字なので、現代だとあのよろしだと誤解している方がいます。方がいます。方がいます。やばいね。鹿。あ、お前じゃない、お前じゃない。鹿。10月の鹿。そっぽを向いて無視する鹿。鹿とという言葉はこの鹿が由来みたいです。あ、そうなんじゃ。鹿と、鹿との鹿ってこの鹿。そうなんだ、初めて知った。おい、寝てんじゃねえよ、こら。追いかけて引きやがって。痛かったぞ。痛かったぞ、バリ痛かったぞ。花札の、なんだったっけ、イノシシの背中はふさふさしてて気持ちが良さそうですよ。もはや、もうゲーム関係なくない。リアルのイノシシとも違うこと言ってるし、リンちゃん。なんでリンちゃん？
昔の人は物を大事にしたんよ。今の日本は豊かになったけど、物を大切にする気持ちは忘れちゃダメなんよ。それがこのゲームのテーマ。何でも捨ててしまうのは良くないよ。でもな、ゴミはちゃんと捨てよ。なんかうまいこと言いやがったこいつ。最後まで遊んでくれてありがとうな。はい、こちらこそ遊ばせていただいてありがとうございます。で、おとっちゃん、なんでリンが主人公なんだ。わしも主人公になりたい。立ち絵なんか2種類しかないんだぞ。このゲームの主人公には鏡の世界に襲われ、誘われて何の疑いもなく言ってしまう純粋な子じゃないとゲームが進行しません。純粋じゃないんですね。てか主人公志望なんですか。無理です、そんな無理です。こんないかつい人が主人公だったらこのゲームもっとやってる人少ないと思います。残念でした。はい、お父ちゃん、さっきからこないな感じなんよ。そんなに主人公になりたかったんや、お父ちゃん。残念でした。主人公は私のもの。オボレリン。オボレリンって、そんなんなくていいやん、いちいち。喜んでいるようにも見える、ドット絵。確かに、喜んでいるようにも見えるな、確かに。浅い場所でも溺れてしまったので、かなりの金槌です。本当に泳げんのじゃ、おい。でも昔の人って水泳とかしよったらイメージないもんな。なんか知らんけど、勝てないイメージやけど、そういうことなんかな、知らん。おいカエル、頑張れや。花札の絵にはいろんな意味が込められているようです。カエルと小野豆腐の話が一番好きです。このカエルくん、そのためだけにここで跳ねさせられるよんじゃ。頑張れ、うましかてよ。小野豆腐。この異様な空間は私には居心地が悪い。落ち着きません。本編とは別物という扱いで雰囲気から変えられているようです。このおまけ部屋のどこかに黒い影が隠れているようです。彼はこの先どうなるのでしょうかね。黒い影。そういや、黒い影なんか赤髪の音量か資源の長かどっちか忘れたけど、似たような感じで、あ、黒い影隠れています、的な感じやよったな。どっか凝視したらおるんだろうな。とりあえずさっき、ゆきじくん。ありがとうな、ゆきじくん。僕の目が見えない理由？りんちゃんが聞いてこなかったら本編では言わなかったけど。これちょっと、俺ちょっとなんか考えたんよね。人形やん。多分人形の目が壊されとるけん、ゆきじくんこんな感じで目やっとんかなと思ったよな。置きっぱなしにしたり乱暴に扱ってたからなんだ。うん、まだ小さい頃だったからしょうがないよ。僕はそれを恨んだりしてないよ。それだけ大切にもされていたし、気にしないでね。りんちゃんが僕をあっちにこっちに置いていったことで良かったこともあったんだ。お父さんが花札をやっている場所に置かれたりしたから、僕は花札に詳しくなった。結果的にリンちゃんを助けることができてよかったよ。よくわからんよ。どういうことですか。別に目じゃなくてもよかったんですか。まあいいや。あれ？ユキちゃん二つパターン二つあるこれ。目が取れかかっている。ほら！目が取れかかってるから、これ、目隠しとんじゃ。あ、やばい。飛ばすんが面倒だ。飛ばすんが面倒だ、よっしゃ。ボロボロだったけど、綺麗に直してもらいました。おめっちゃイケメンや、ゆきじくん。まさか、ゆきじくんの目が見える時が来るとは思わんかった。目が見えるようになったら、こんな感じになります。立ち絵制作当初に作ったボツイラストなのでデフォルトイラストしかないです。へえ、こんなイケメンだったんじゃ。でもなんかちょっと俺のイメージとしては目がまん丸すぎたかななんて思うよ。もうちょい細い方がかっこよかったんじゃないかなって俺はちょっと個人的には思う。みんなどうかは知らんけどね。やっぱ目隠しとったけん、どんな目なんだろうかって意識してしまうよな。
じゃあ次にちょっと影の人、影の人。ドラ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 、本当におるんこれ、ドラドラ、おいドラ、ここにあったよな、下げてここにあったっけ、あれ、おるんこれ、おるんこれ、わからん、わからんねんこれ、おるんこれ、そもそもドイツに聞いたんだったっけな、おるってこと、あ、こいつか、もう負ける屋のどっかにってことは、ここでも鍵あんのか、でもわからんねんこれ。どこ、ちょっと見ていこうか、あ、おるや、読みだ、これ。意外と。ああ、そうか。これ、上におったら、そりゃ、目が、唯一わかる手がかりになっとった、目が、ない、見えんもんな。あ、見つかっちゃった。僕は過去のゲームのキャラなんだ。リクエストが多かったので、今回ゲストの出現が決まりました。知ってる。赤髪の音量と資源の手間にも出てきた。おお、多分次のフリーゲーム作った時には出てくると思います。応援してくれてありがとう。今回は味方側で登場したけど、次は敵になっているかもね。あまり小さい子をいじめる趣味はないのだ。リンちゃんにも優しくするよ。次があったら敵に回るかもしれないってことは、次のゲームやっぱ作るよんじゃ。わあ、楽しみ。さあ、もうお別れだね。また会えるといいね。化け物には影がないって良いって子供が言っていたんだけど、僕は影だから化け物に含まないと思うんだ。リンちゃんのお母さんに美人だよね。うへへへへへ。影さん、お母さんをナンパしないでください。ダメです。夫を持って子供を持っている人なんです。ダメです、そういうのダメです。とりあえずこれで一通り見終わったんじゃ。これ出ていったらなんかあるんかな。うん。はい、というわけで今回は仏の世界、おまけ部屋を見ていきました。今のわかったことと言うたら、仏の世界の作者さん、仏の世界が第3弾のゲームになるんですけど、第4弾のゲームを作る気みたいですね。これは楽しみじゃ。結構先になると思うけど、楽しみに待っておくとしますか。というわけで今回は仏の世界ラスト最終回というかおまけ部屋、ご視聴いただきありがとうございました。シュー上げ。